はいやってまいりました河原職人のヒーローにインタビューの時間ですこの番組はさまざまな分野の専門の方々をゲストにお迎えし暮らしに役立つ情報を発信する番組です専門家しか知らない情報やツールノウハウを聞いてきますので少しでも生活に生かしてもらえれば幸いですまた僕らの本職は屋根の職人ですので番組中ただ舌を噛むことがありますが現場目線で役立つ情報を常に発信してきますので最後までお付き合いください過去の放送も youtube で見れます 手霊ホームで検索してみてくださいこの番組は八重のことなら手霊ホームの株式会社手霊ホームがお送りいたします本日のパーソニティは、えー、代表豊島役の西島がお送りいたしますはいやってまいりました久しぶりの、えー、私西島の放送でございますが、えー、今回もですねスペシャルなゲストさんにお越しいただいてますので早速ちょっと CM 入らせていただいてすぐにちょっと紹介していきますのでよろしくお願いします 海が好きだった父決め手はこの景色でした真心込めて誠心誠意提案してくれました大切な人をしのぶ場所お墓24時間365日三国にご相談を0120-392756三国株式会社 NPO 法人プロミスキーパーズは。 貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会をつくるため人々の絆を強くするため私たちはゆいまーるの心で活動しています弱者に愛の手を NPO 法人プロミスキーパーズ ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ之ンの楽しみ方がきっと見つかるギノ之ンヒルズ通り千天間ーから伊佐交差点へとつながる坂道ノ之ンヒルズ通りに遊びに来てね あなたの広告街中で大きく宣伝してみませんかイサ交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です毎月1万円から掲載可能広告内容も幅広く対応していますお問い合わせは934-1111クレド株式会社までお母さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで 心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。はい、やってまいりました。河原職員のヒーローにインタビューの時間です。それでは早速ゲストの方紹介していきます。元ジャーナリストで空援隊 U. S. A. の理事長を務め務め務めていらっしゃる。ええー、倉田うがうさうさんさんにお越しいただきました。 こんにちはこんにちは髪も切ってたのいきなり <laughs> これがうちの売りなんであそれ売るの <laughs> 俺もかまなあかんかな <laughs> い,やい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 やはいじ関西弁ベタベタで髪まくっあ全然全然 <laughs> えーっとですね、はい、倉田さんとのではまあ共通でちょっとまあ歴は全然違うんですけども、うん、あのー、実は伊高、ね、収集の つななながりでで、ね、結構実は真面目な話題なんですよね、うん、大真面目で、はい、大真面目で、うんあのー、今日もうついさっき来ていただいたみたいなタイミングで,で、はい、今撮らせていただいてる次第なんですけどえっとまあちょっとお聞きの方空演隊って何っていうところもあると思うので,です、ねはい、ちょっとその、まあ、紹介とあとまあもともとジャーナリストされていたっていうところもあって、うんはい、なぜ囲碁収集に関わったかとか。 ちょっととそのたりをお聞きしたいなもともとその日本で空演隊っていうのをやってたんですね、はい、NPO で,、うん、でそれはもう14年前になるのかな、はい、に始めましたそして、えー、フィリピンから始めてサイパンへ行くんですけど、はい、サイパンで収容活動をやっている時に、はい、えっとこれあの遺骨収集って皆さんすごいイメージが、はい あのなんか山の中行ったり洞窟入ったりみたいなこうそういうイメージばっかりを持ってらっしゃると思うの皆さん,、ねんはい、でもでも、まあ、実際そうなんだけどサイパンで発掘調査をしてたんですね実際考古、はい、学調査みたいな発掘をやっていて<ー>、うん、でそれはなんでそんなことしたのかっていうと1枚の、ね、写真を見つけたんですよねはははは現地で提供された写真があって。はい その写真には、えー、1944年、はい、昭和19年の7月7日にサイパンで起こった万歳突撃<ー>でこの万歳突撃っていってもこのサイパンの万歳突撃はかなりえげつなくて、はいえー、実に6,000人 6, 人の日本軍の兵士とさらに民間人まで入って米軍に対する最後の大攻勢をやった。はい でその後米軍の今度はレポートを見つけて <laughs>、はい、それで見るとその日1日だけで 4, それを米軍資料では埋めたとされててその見つけた写真もらった写真っていうのは、はい、それをまさに埋めるためのブルドーザーが穴を掘っている写真だったんですよね。はい で、その横には死体がこうずらーっと並んでるわけですよ。写真の中にはでここでブルドザーがトレンチとみぞ掘ってそこにガサーって入れましたよ。っていう説明で、はい、で、これはどこにあるんですか？はい、分かりません。っていうわけですよ。これもジャーナリスト時代の。 いやもうジャーナリストはもう遺骨の分野に関しては自分が活動するようになっちゃったから廃業しちゃったんで、はい、なるほどでもう空援隊<ー>日本側の遺骨の収容をしてた時、はい、日本の空援隊でそれがやっていくとですね、はい、そこはうまく見つけたんですよ、ね、あなるほどそれはもう米軍の資料とかを調べて,て、うんうん、そう調べていく前、はい 自分らでそのテスト,トレンチって言われる溝をこう感覚に等間隔に掘っていってでここにあったここにあったここにあったっていうのを今度は横向けに掘るみたいな形でねあ<ー>でその,あの集団埋葬地って言われても大嫌いな言葉なんやけど、はい、埋葬じゃないからあ<ー>、うん、なんかあの日本人の死体を集団でゴミのように捨てた埋めたっていうところなのね。はい それを見つけてそこをひたすら掘りました頑張ってみんなで頑張って掘ったらそういうのが結局最終4つ今まで5つ見つかったのかなその穴というか集団で埋葬したって言われてるところがねそれが5つ見つかってそれで合計して約800人ぐらいようやくその800人って気楽に言うんだけど その、一層、一層目からね。一層目から二層目、三層目って、こう、骨が出てくるたんびに、その骨取って、ってあげていくでしょう。六層目まで入ってるのよね。うん、それ埋葬帯言わんでしょ。って思うね。まあ、そもそも、こう、供養しようとかいう目的じゃない。いや、もう、全然、邪魔やから。あくまで、そう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 。米軍の、あの、都合、によって。 その,死体がそのまま放置されてるとそこに肺がたかってそこから伝染病が広がって、はい、それは困るっていうので全部まとめてこう埋めてるだけなのよなるほどだから一番浅いとこはね、はい、地表から1 7ンチやったのよ。1, <う><ー> 1> 7ンチでバックホールでね、はいうん、ずっと一つひとかきするよ、はい、そこでカーンって当たったの。はい、でヘルメットやったの。 えちょっと待ってって見つかるとそこからはバッグを使えないんで、はい、手作業になるでしょ広げていったら1体目きれいに出てくるで<ー>出てきたその遺体っていうのは、はいえー、ヘルメットかぶったまんま、うん、で団体、はいうん、弾をこうねベルトにしたやつ、はい、団体をこう2つ首から下げて<ー>で靴履いてんのちゃんと靴履いて手には手榴弾2発持ってんのよ。 いいね、そのまんまの形で出てくる<ー>何これ?」って、はい、でそこ、まあそれがきれいに上げて、はい、で次って「もうちょっとまだある?」って掘ったらもうすぐ次がある<ー>でまた取ってまだ取ってってやっていったら、はい、3段目ぐらいまでスーッとー。言ったら5つで800ってことはもう1つの,、まあその穴の中に100以上入ってるってことですよね。 なんてことじゃない。恐ろしいですね。しかも、四層目ぐらいからね、ちょっと怪しくなってくる。四層目ぐらいまでは、まだまだこう。大事に取ったら、ちゃんと骨の形して持ってあげられる。五層目ぐらいになったら、もう持った途端にボロっと崩れる。で六千六層目になると、もう触り。触るだけで崩れる。もう。状態。乳に防火していっちゃったんですよね。 そういう状態になってるのを見てこれ早くやらなきゃまずいよねって本本当当にに思ったんねそれまではフィリピンでずっと洞窟の中ばかりだったんで洞窟の中ってね沖縄もある種そうだしフィリピンも裁判もみんなそうなんだけどみんなね3号腸粒子で出来上がった島なんでベースの土壌がアルカリ性なんですよ。 もちろん上そのうち上に土ができてそこが酸性であったりはするんだけどベースがアルカール性だから骨残りやすい沖縄も言ったら同じような感じですよねだから残りやすいから残ってるでも大陸へ行くと酸性土壌が多いからどんどん骨なくなっていってるっていうのが今の現状で日本人の場合は112万人まだ海外に放置されてるわけよ日本人の兵士の遺体っていうのが。 で沖縄みたいに民間人が亡くなっているところも結構あるんで、はい、あそうなんですねサイパンもそうだし <laughs> あ<ー>だから昔日本が支配をしていたって言われるところで,で日本人が多数移り住んでるのねサイパンなんか沖縄からすごたくさんの人が行って昔のねあの地図があるんでね、はい、昔の地図にこう人の家の名前が全部書いてある住宅地図みたいなやつがあってあ<ー>それを見たら、はい 名前ほとんど大きな話ても大城さんとか比嘉さんとかそうですよね最近何何これどこの名前みたいなはい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 ちょうど昨日今日知事が言ってますもんねちんんんそそそなななななででですすねいいいにこと言えよょうどかれてるみた 今度俺らが行ってる時に来てよっていたとこねそうですね一緒に掘らしてあげたいないや絶対現場見るかその慰霊祭だけ行くかって全然違いますもんねでも本当違うのねそこはねだからあの日本人ってね沖縄の人はねまだ風装簿とかあるでしょだからね生の骨って見る機会がないことはないのなるほどですね今度の人たちって全部今仮装やないね仮装でないと埋められないから 全部可笑なわけ。はい、そしたらね、人間が焼かれる前の生の骨見たことない人がほとんど、<ー>99%見たことない。ね、はい。そういう人が現場に行って骨見るとショックなんだよね。はあ、い。すごい。はい。最初にね、でも見たとあの頭蓋骨そのまんまでボンと出てきたやつを目の前に見たときに。 実感持ってなかったもん。ああ、確かに持ってないですよね。なんかあの頭蓋骨なんて、ほら学校な理科室かそういうじ、何人体模型？あれぐらいでしか見たことない。あとお化け屋敷ぐらいでしょ。ううん。それの本まもんがここにある。はい。でほまもんが案外こう持ってみると軽いとか軽いんですよね。それはすごい重いよね。頭ってもっと重そうに思うんだけど、すっごい軽いのよね。 あの軽さは一体どこから来るんやろう。脳みそが重いんやろうかと思ったりする。でも、人間の骨。はい。っていうのは。全部集めると。うん。骨だけにすると。はい。重さどのぐらいですか。あ、全部の重さですか。うん。全部だったら。四五キロぐらいはあるんじゃないですか。そうそう。普通に言って、大体言われてるのが。一人。はい。うん。五キロ。五キロ。約五キロ。で、約二百何十っていう部位に分かれるから。 それ全部覚えるだけでも大変だね。大変ですよね。だんだん見てるとだんだん分かってきます。そうそうだからそれはもうフィリピン時代から合わせると、俺多分あの日本人じゃないやつも含めれば、5万体分ぐらい見てきたんで、ギネス本とか言われてるから。すごいですね。うん、5万体ぐらい見てくると、大概わかるよねなるほど。もうこれ右腕ねとかって。はい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 。普通に。ああ。だかそんなことをやっていてサイパンで。 そのマスグレーブっていうものを開けて、うんはい、で返してたんね、はい、でそれは当然だから日本兵ですよ、はいうん、そんなもアメリカ兵がそんなことになるわけないそうですねそのマスグレーブっていうのがさっきの集団の埋葬地といば,、うん、ばれるやつで、はいはい、でそれがどういうわけかテストトレンジを掘ってるときにアメリカ兵に当たっちゃったんだよ、はい、はははどういうことなんですかね要,要するにね掘ってたら まあ人骨が出てきたそれをまたきれ、はいに広げていくでしょそうしたらアメリカ軍のドッグタグ、はい、認識票が一緒に出てきたわけよあれ認識票が出てきたやんね、はい、で周りの政府の役人さんとかは、はい、みんな言えよ「いやいやこんなんは、ね、日本兵の,あのお土産で米兵から取ってきたやつですよ」という話やったのねいや絶対取れないですよ、ね、いやそれ無理やからって言って <laughs>、はい、であの国防総省のホームページには「はい ミッシングって言われる行方不明者の名前が全部出てるの。なるほど。で、うん、それをその場でパソコンでチェックしてインターネットで、はい、名前出たのよ。あ、そうなんですね。あったのよ。あ、ミッシングなんだこの人って言って。<ー>でそれをアメリカに返したのね。なるほど。はい。うん。でアメリカに返して、はい、でその返した人が一年半ぐらいかかったんかな。はい。 鑑定されててチェックも行っっ遺族の元へ帰だからその遺族のもとへ帰った時に葬儀に招待されて行ってたわけですよ、はい、ケンタッキー州までそ、はいうん、したらケンタッキー州のパデューカっていう町だったんだけど、はい、葬儀の最前列に座らされて「<laughs> <laughs> 親族より上かよ」みたいな「なはい、最前列俺ら」っつって,言って<ー>そこ座って、はい、でなんか親族からすっごいこう。 絶大なるなんかんていうのなこれで逆げになんか市長さんが出てきてあの名誉市民ええ名誉市民なんこれで」って1体返して名誉市民やったら今はもう10体ぐらい返してるからもうんか別のもんになんのか10枚集めたらなんかくれるとかないって言いたいぐらいそう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 いやでも日本と扱いがやっぱ全然違うのよ反則やであれ。 だって日本の遺骨なんてさ、海外から見つけて持って帰るでしょ。だから成田へ対外着くやん。成田へ着いたら空港の隅へあのほら普通の海外旅行だとベルトで出てくるでしょ。うんあれの横に荷物用のベルトがあるのよ。はい。それに出てくるのね。そうなんですね。そう。でそこにあの厚労省の職員がうん白布をかけて段ボールにでその上に紙のひの丸貼っつけて 車に乗せてて出くのね誰の出迎えもなくで空港の隅っこの方にんか厚労省の差し回しの車が来て普通のミニバンみたいなやつ小さければ大きければバスさすがにトラックは急ぎんなるほどそりゃトラックで起こるよねみんなね貨物じゃないんだからねでそこにその箱をせて厚労省の人たちが「ご苦労様でした」って持っていくのねそれは 厚労省の4階にある霊安室って言われてる、はい、ところに保管されて1年間全世界から集まってきた遺骨を年に1回5月の第3、はい、第最終月曜日、はい、5月の最終月曜日に千鳥ヶ淵の戦没,所戦没者墓苑に納骨される、はい、でもそこはお墓じゃないんだよ。なななるるほど、うん、<な>日本には国立墓地ないからななんなんかあそうですよね単なる仮安置所、はい いいいまだだに納納得得でででききてななんだけどはすね全然納得できないんだけどはい、はい、でもそれも海外で一旦焼いて焼骨して帰ってくるのに、うん、帰ってきてからもう一回焼くんやからね、はい、あもうじゃもう,もう灰だけそうですよねボロボロになりますよね、うん、ボロボロなんてもう形残ってないあ<ー>灰にしてそれをなんかこう缶に詰めて、はい、その千鳥がふち潜した墓苑の、はい、うん あの納骨堂が地下にあるの、ねはあ、掘ってあるのなるほどそこに入れてるだけ、はあ、それが年一回やる大イベントなの、はい、だからもうなんかねや,やってることがなんかう、ねうん、悲しいなと思うことがすごい多いんだけど、はい、そのあんまり皆さんがね知らないことをせっかくこうやってお話しするならお知らせしようかなと思うんだけど。はい 沖縄の人で今この沖縄にじゃあどのぐらいの遺骨が眠ってるかまず知らないでしょうねでしょうねだから日本人っていうのは厚労省発表だとあと690になってくるこれ大嘘やから絶対そうですね俺声を大にして言ったけど厚労省の言ったのは大嘘ですはい690になる前マイナスになったことあるからねこれはわが分かんないです もう要はあれですねもう手榴弾でばらばらになった骨とかも収穫する日が変わったりういるのもあるし統計がおかしいそうんですねあ数字からして間違ってる数字からして間違ってるだからマイナスを平気で厚労省のホームページに載せてたからねあの人たちはあなるほどですねいやすごいな役人さんっていうのは役人さんは決して間違わないらしいからちょっとあれはねびっくりだけどまあまあそれはね置いといて。 実際に、えー、多分これは私の推計でしかないけど、はいはい、あと3,000から4,000はここにこの沖縄にあるでしょうと。です皆さん多分もっとびっくりするのは米兵なんですよ。思い つくことがないですよねでしょ沖縄県まして日本に米兵の骨がまだあるなんていうのは、うん、だって沖縄にはさ、はい、日本国中のなんか米軍基地が集まってるみたいな言われ方する米兵いっぱいいるし、はい、ヤンキーナンバー走ってるし、はいね、そんなところでだってこ,ここだってほとんど隣は米軍基地やん、はいそうですね、この収録してるスタジオの横はもう、うん、なんかそこタバコの火ポッとほかしたら <laughs> なんかドンっていきそうな気がするような基地の横でしょ そんな基地がいっぱいあるのに、うん、なぜ沖縄に今、えー、アメリカ軍が明確に確認している沖縄における米軍の行方不明者、はい、行方不明者です、ね、行方不明者、はい、どこにいるのかわからない、はい、で家族のもとには国も確認してない帰ってないっていうのが2620人いる2620人そうかなり多いですよね多いでしょ <laughs> だからこれが果たして本当にね今でも沖縄のどっかに埋まっているのかあるいは一部は海の中っていうのもあるでしょうしあるいは日本人が回収する時に骨になってたら白人黒人日本人の区別は素人には絶対つかないから頭蓋骨でもあればねまだ分かる人いるかもしれないけどまず無理。 特にに沖縄終戦後だからそれで何体か当然帰ってると思うんだけど、はい、でもその分かりやすいところにね、はい、じゃあ米兵が放置されたんだろうかっていう疑問がそこには残るわけで,う、はい、でそういう人たちをこう探すっていうことは、はい、やっぱり誰かがしなきゃいけないんだろうと思ってるわけ。 実際俺らがその2011年に初めてサイパンでアメリカ兵を返した時ね、はい、で返した時っていうのは実に恐ろしくって後で知ったことなんだけど、はい、アメリカの当時 JPAC って言われた、はい、あの行,行方不明者を探す、うん、組織があって、はいはい、その JPAC の2000え違う違う第二次大戦の、はい えー、兵士に関しての捜索が始まったのが2011年、はい、あそうなんです、ね、へえそれまではベトナム戦争とかと、ねはい、朝鮮戦争とかやってたけど、はい、第二次大戦やってなかったんですよ。あそうなんですね。する意外ですね、はいまだに太平洋戦域って言われるところで日本とアメリカの戦争がありました。はいうん、それによって 行方不明になったままのアメリカ軍兵士って4万3千いるんですよ。はい、4万3千。そう。そのうちの2620が沖縄にいるん。<laughs> なるほどなるほど。で日本本土にもまだ2800以上いるわけ。ああ、まあ合わせてだいたい5000ぐらいは。そう。だからね2800も日本本土にいるっていうと、はい、日本本土にいる人たちはみんなうっそうっていうわけ。うん だって日本の本土で沖縄以外に養島以外に直接戦闘なかったしそんなにたくさん死ぬ理由がないやんって言うけど捕ああなるほどですねその人たちが b 2 0の空襲で一緒に焼かれたっていうのもあるのねこういうのもそれ以外にやっぱ皆さんこれもあんまり知らない大きいのは b 2 9で落とされた人たちどれくらいいらっしゃるんですか B29 がね約機落とされてるんですよ これもみんなな案外知らいそうです400機落とされていて B29 には1機11人乗組員が乗ってるんですよ。そうなんですかこれゼロ戦で落とされたりとか走行車砲で落とされたりとかいろいろ理由はいろいろだけどもつまり4,000人以上の人たちが落とされてるわけよ。なるほどでパラシュートで脱出したとかって言ってもそんなうまいこといかへんよね。 そういうい人ももちろんいたし助けられた人もいたんだと思うけど、はい、やっぱりそのまま山の中に降りて、はい、で当時の村人たちにいきなり虐殺されたとかいう話もあるぐらい一生懸命米軍もその後調べたみたいだけど、はいはい、それでもわからない分があるわけよ2800も。なんでおかかしくねえかって今の日本でどこにそんなもんがあるんやろうって思っちゃうよね。うん うん、いやー本当ですねちょっとあっという間に半分 <laughs> 一旦 CM に入ってからまた後半戦あのー、収録していきますのではい一旦 CM に入りますゲイ自動車の時代長浜モーター鈴木の新型ソリオーオかカゲー D がやっしゃ 長浜モーター「ギノワン中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モータータプレミアムウォーター熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けしますモンドセレクション金賞2年連続受賞電話0988688282 ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道ノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？いさ交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道五十八号線沿いで PR に最適です。毎月一万円から掲載可能、広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは九三四一一一一クレド株式会社まで。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、心からの手当てで。 心からの医療をアイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指しますはい、河原職人のヒーローにインタビューの時間です本日のゲスト様は黒田、えー、さんにお越しいただきましたそれでは、はい、後半戦後半戦ねやっていますけども、はいうん 前半お聞きの皆さんはもうまあ日本軍もですけども意外と日本とか沖縄とか含めてまあアメリカ軍の方の遺骨がこんなにもまあ合計者5,000ぐらいはあるっていう話聞いたと思うんですけどもまあそのまあまあもう一度改めて倉田さんとしてはそのまあ最初ジャーナリストやられていてこの問題を知って。 なんかこうどう思ってこう気づいたらどう思って <laughs> のね目の前で最初に一コ見た時はダダただただぼ然、はい「何これ?」っていうのが正直やったから、はいはいはい、昨日あのーまあ、場所、まあ、辺野古の地元の方に話し調査に行ったじゃないですか。でまあ辺,も辺野古の地元の方からしたらその。 何だ掘るののっていうのがごく一般的な反応だ、うん、と思うんですけどでもそれはね、はいあのー、実際に目の前で見てないからだと思ってるのよね、はい、私は。はい、で今までにそれこそあっちこっち、はい、フィリピンサイパングアムテニアン、ね、沖縄もそうだけど、はい、それこそ何十人単位じゃないなもう千人単位ぐらいで人連れて一緒に行ってきたのね。はい、で一緒に行って 現実に骨に触った人たちって、はい、みんなやっぱりあかんよねっていうのねうん、うん、俺自身もそうやと思うし、はい、結構感覚的なものんだからね理屈で言うんなら、はい、あのー、これ日本じゃない話でね、はい、サイパンでもフィリピンでもいいんだけど、はい、要するに普通の民家のね裏山にコロンコロンしてるわけ、はい、あなるほどですね じゃあ沖縄で仮に西村君の家家があってさその家に裏山があるとしそこにさコロンコロンって骨転がっててんか犬がくわえてきたり子供が遊びに行ったら骨あったよって帰ってきたらどうやってまあ気持ちはよくないですよねでしょしかもそれが人間の骨やと思ってたらちょっとほかしとけっていうわけにもいかないだから相手の国の人にしてみればすっげえ迷惑なわけよね そうですよねそういう話聞くしさ、はい、なんか兵隊さんが夜中に行進してるとかああそれも幽霊的なそ,うそんな話はもう耳たこぐらい聞かされるし <laughs> で早く持って帰ってあげてとか言われるわけ。はい でその戦争に行った人たちってなんかすぐに日本では悪者にされるんだけど、はいうん、別に兵隊さん悪いわけじゃないで行きたくて行った人もいるのかもしれないけど行きなさいって言われて行ったでしょ、はいうでね、どこ行くのかも分からずに行った人いっぱいいるわけだしさ、はいうん、そういう人たちがんじゃそこで亡くなって、うん、沖縄もそうやん、はいねね、本土からいっぱい来たわけでしょ。はい、そのの人たちがんじゃ沖縄で亡くなって私はここの 土になりますっていう人ももちろんいると思うし、はいはい、でも帰りたいなと思ってる人もいっぱいいるんじゃないかなって、はい、だからその時にね自分がまあジャーナリストとして取材してみたら、はい、遺族の方とかいろんなね戦友とか、はい、国とか、はい、いろんなとこで話を聞いてみたらさ、はい、誰に聞いてもその遺骨になってしまった人たちの立場に立ってしゃべる人はいないんだよね。あなるほど 遺骨になってしまった人の立場に。なるほどですね。彼らの声はどうなんのっていう疑問ばっかりが残ったんね。んみんなあの遺族のためにとか、はははは国のためにとかって言うんだけど、はい、いや、そうじゃなくて。はい、そのなくなってしまった人たちのために、集めようとする人はいないのかって。ああ。確かに。言われてみたらっていうようなうう。視点ですね。はいはい。だから、俺はその視点に立つ人がいなきゃいけないなと思ったのかな。はい。 でそれで NP を作ってやるようになったんです、はい、今なんかもううね国連認証 NG そですよね。ね <laughs> よかったら本当 YouTube ご覧の方は動画説明欄に「空援隊」の URL 貼っておきますのでちょっと見てみてください。名前は知ってる人い,いるかもしれないですけど、うん、こんなことしてるのっていう、ね、いろんなことしてますね。はい、結構ねでも、うん その戦後教育とかもいろいろあったにしてもやっぱ今ってこうそもそも戦争について触れるとか、うん、そういうこと自体がこうなんかタブーじゃないですけど、ね、なんかこう嫌がるじゃないですか嫌がるよね。やっぱりこうそういう背景もあればもちろんその何ですかやっぱり国のためとか、まあ、当時は家族のためとか思ってやっぱその動いてた人たちが亡くなったって思ったら、うん、その人たちの。 まあ犠牲って言ったらあれですけどねそういうのありきで今、日本あるとか考えたらそ,うそ,うそういやねそれねれ明確に1つ言えるのがね、はい、サイパンをやってる時に、はい、サイパン島のどこにあるのかわからないっていうのがあってあ<ー>アメリカの公文書館、はい、アメリカ軍の戦闘記録をピックアップしに行ったと、ねはい、信じられないぐらいの量はあるのよ。<laughs> <laughs> 肝臓を入るのも嫌っていうぐらいの数あって、はいはい、その中からピックアップして、はい、必要だと思えるような,なんか15万ページ持って帰ってきたんだけど、はいはい、いやこれもうさらっと言いますけどすさまじい,いやまあそれは量やけどさあれですよね、はい、<laughs> でも15万ページ持って帰ってきてそのうちのどのぐらいかな1万ページぐらいが沖縄かな、はい、があるんでね、はい、それはまあ我々が必要だと思ったものを、はい、持って帰ってきたんだけど。 そういういい資料がさ日本側に何もな,いん、ねはい、ないですよねしかも記録はあっても大概美化されてるか結構闘ですよ、ね、そうそうか勝手にこう脚色されてる、はい、向こうのは戦闘記録やから「はい、今日こんな戦闘をやりました、はい、ここで日本人何人殺され,殺,され殺しました自分たちは何人死にました、はいうん、で何人怪我人が出ました」って、はい、全部書かれてるわけ、はいはいはい、そうですよね。うん、それ嘘書くやつはあんまおらへん、はい、よね。 そうするとそれを積み上げていくとちゃんとした数字になって出てくるんですよ。はい、そうですね、うん。だからそういうのをね、はい、な,なんで皆さん知らなかったんでしょうって言われるまでもなく俺らも知らなかったわけやん。でそうやってサイパンをやってる時にやっててその資料の中でね、はい、つはその、 サイパン戦の万歳突撃の結果を見て、6000人の万歳突撃で米兵が500人亡くなった、はい、なるほど。はい、ね、民間人も入ったような大した武器もない万歳突撃で500人亡くなったんですよ。はい、6000で突っ込んで500名。うん、500人亡くなった。はい、こっちは重装備でね、はい。なるほどですね。そうすると日本には当時まだ5000万人以上の、はい。 人間が暮らしてたわけで<ー>本土上陸戦をやったらどうなるのかって計算するよね。はい、そしたら5,000万人がみんなとは言わない、はい、でも仮に1,000万人が万歳突撃してきたら、はい、アメリカ軍は単純に言って、はいまあ、100万人以上死ぬことになる100万人の米兵をどうやってアメリカから連れてきて。はい しかも死んだ人が百万人やったら実際の戦う戦闘員も三百万とか四百万必要だそうですよね確かにでしょはいそんなことが可能いやそういう意味で見た確かに武器弾薬食料持っていかなきゃいけない無理やんはい実はそのサイパン戦の万歳突撃によってアメリカは本土上陸断念したあそうなんですかそうあそういうのも記録に残ってるんです残ってるそれ以降一切出なくなるたそうなんですね じゃあ単純に数字で聞いたら6,000でいって500かよって思いますけどそ,、ね、その500がやっぱり大きかった、ね、まあ人の命を数字にするのもあれかもしれないですけど、うん、まあ計算したらかなりの損害っていうことです、ね、でもねそれによって B29 が飛ぶようになるわけよ。はいはい、あなるほど。ねサイパンテニアンから B29 が飛ぶようになって、はい、B29 が本土をいっぱいあちこち空襲するようになる。はい、さらに 広島長崎に原爆落とすっていうのもそのサイパンの隣のテニアンから飛んできてるわけだから、はい、なるほどね,ね。それ良かったのか悪かったのかって言われるとどっちがいいかわかんない。はい、でも本土上陸作戦やってるともっと全国が悲惨やったやろうとは思う。そ,そ,そうですよね。沖縄戦みたいなのが全国にって、ね、そう全国あったからですね。しかも陸軍はまだ準備してたからね。 それいいのか悪いのか、もう今俺は考えてもしょうがないんで。はい、うん、その後始末ぐらいちゃんとしようよってね。後始末もで子供の頃言わなかった。はい、やったら片付けと。出して、出して遊んだおもちゃはちゃんと片付けなさいって言われたでしょそれを国が後片付けしないと、どういうことよって。そうですね、うん。子供にも劣るのかって言いたいかな。はい、なるほど。ぐさっと来る人がいそうですね。<laughs> 嫌がられ、ね、ん、はい、こんなことばっかり言うから。<laughs> いや本当そうですよねいやでも本当に結構こう昨日の体験が新鮮だったんですよ沖縄のほんに地元の人からしたら <laughs> まあそりゃそういう反応だよなっていうのも確かに分かるは分かるんですよ。うんうん、か,かといってやっぱ知ってしまったがゆえ、うん、ほっといてどうなんでしょうみたいなところとか。うんうん、そうだから本当にねあのー、うちに以前にいたね、はい、野口健ちゃんが最初に言ったことなんだけど、はいーはい、うん。 彼がね本当に言ったら知ってしまったものの責任は重たいですあ<ー>あ<ー>す、ね、なるほどそうやなと思った、はい、だって実際ここ FM 祇園のすぐ隣に、うんうんうん、そう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 だからそれもさ資料調べていって分かったわけやん、はいはい、集団のとかあるわけですもんね昔捕虜収容所があって、はい、でその捕虜収容所で亡くなったうん、うん、人たちが埋められて、はいまだにそのままほったらかされてるわけでしょ 宜野湾の吉のおっさんって言いたくなる <laughs> そうですよね日常生活そういう意識とかないですけど、うん、やっぱりリアルに場所とか出てくるとやっぱり意識しちゃいますよね <laughs> 本当に痛いなと思う <laughs>、はい、いや確かに確かにいやでもちょっとその、まあ、沖縄の現状とか伊行収支の現状にも触れていこうかなと思うんですけど、うん、僕も実は野口健さんがて、ねうん、き きっかけですね一応はうん、うん、できっかけで始めてまあこっちで南尾さんという方がお会いしてうん、うん、あやりたいなと思って始めたんですけど、うん、まあいざ始めてみたら僕のイメージはですよもう全部データが出ていて「そのここは掘ってありますここは掘ってません大体、うん、いいここにこんなのがあるので行ってください」うんうん、とかが全部出てるもんだと思うんですよ。<laughs> じゃないとこう行政がいてわざわざその湯庫 <laughs> まあ愚痴るわけじゃないですけど。 情報センターとかがあってっってていう感じだったのにこう実際は全然そんなことないわけじゃないですか<い>もうやりたいって思ってもこうどっから手をつけていいのかわからないみたいな何していいかわからない、ね、何していいかわからないですよ、ね、だからそれをねまずやるとすれば、はい、沖縄で言ってもあとその3,000なり、はい、アメリカ兵とかっていうのもひっくるめても、はい、言ってみりゃ俺らに言わせるとね、はい、先が見えてんのよねもう。はいはいはい フィリピンなんか残ってるの三十八万やからね。いや三十八万に比べれば。三十八万って言われるともうね、<laughs> あーってなっちゃうけど。はい、そうですね。三千だったら確かに。そうサイパンでも二万六千円からね。はい。なるほど。万とかいくとちょっと <laughs>。そう。テニアンでも五千円、グアムでも二万、一<ー>万九千五百。はい。まだ残ってるよそれ。<ー>普通に。そうですよね。それからすれば。はい。 三千ぐらいとかと思ってしまうのよねなるほどですねしかも日本語通じるもん確かにそれは大きいですねでしょ日本語通じるし話せばわかるやんフィリピンの山の中でデックアスゲリラと違うんやからゲリラいないですからねでしょうハブぐらいやんやばいのってハブと不発弾ぐらいでしょなんかわいいもんやん そうキングコブラに比べりゃハブなんてかわいいもんよ <laughs> 確かにそうですねしゃれない全然噛まれて3時間でアウトですもん、ね、そうハブ噛まれて3時間でしなへんもんね、はい、まあ首筋でも噛まれりゃやばいのかもしれないけど、はい、まあ首筋ハブに噛まれることもまあまあないやろし、はいそ,うね、そういうこともあってそもそもずっと倉田さんは海外だけだったじゃないですかそうそうそう,そうだから、はい、沖縄へねやってくるようになるのは、はい、要するに 米兵がそんなに沖縄にあるんだっていうのを知って空演隊 USA っていうのはアメリカ兵を返したことによってアメリカに生まれた NPO なんですね。アメリカの NPO 法人で,で国連認証 NGO になってるわけで,すでその NPO がやることは米兵を探してるわけですよ。そそううですよねそれはもう あのなんで日本人の二とかじゃなくても、組織の目的として,て、ねうん、そう。そうなんですよ。アメリカで作った組織だから、はい、当然会員さんもアメリカ人がほとんどだし。はいうん、でそんなところの理事長、何で俺がやってるやろうって感じなんですね。はい、まあ、その、要するにリサーチとか、はい、そういう調査とかっていうのが得意やから、やらされてるだけなのよ。はいはい、ノウハウないとできないですからね。うん、一応さ、十四五年やってっから、はい、まあまあ、そんなもんなのかなと思いながらやってますが。うんはい、でも。 やっぱりね限界あるのよね一<ー>、うん、人二人でできることじゃないし、はい、いや絶対そうですよね、うん、本当に多くの人の、ね、力が必要やと思う,、ねはい、うで皆さんに俺はもう本当に理想やもん沖縄の人がさ、はい、全員揃って一日仕事休みにしてみんなで沖縄の中の遺骨裁裁みたいな,、はいなはい、遺骨の日が遺骨の日を作ってほしいって思ってる、ね <laughs> はい、ちょっとぜひデニーさんにそ,うでそれをさ本当にやって <laughs>、はい、最後は絶対やってほしい、ね、はい うん、でそれでもう亡くなりましたって、はいうん、沖縄から遺骨がなくなりました<ー>世界で初めて戦闘があった島から遺骨が消えましたって、うん、全部返しましたっていうそういう島はできないのかなって、うん、素晴らしいですねそう思ってる、はい、しかもまた沖縄の人がアメリカ軍の方の遺骨を回収し,し,して返すのはそうす,ごうすごい意味ありますよね、うん、<ー>司令官 嫌がるで。はい、<laughs> 過去はそうですよね。そう、すっげえ嫌がると思う。すっげえ嫌がると思うけど、はい、でも返されて嫌って言えないもんね。はい、そうですね。自分の国の <laughs> そ兵隊持ってきてくれたも、はい。うでしょう？それ嫌とは言えない。はい。うん。次からは見つけたらそこへ呼んでねって言うと。はい、<laughs> なるほどですね。俺らそう言われたし。ああ、そうですか。うん。 であそうなんですね、うんまあ。いろんな気持ちが,ちが、ね、いや気持ちが伝わというよりはまあ役人さんの都合やと思うけど。<laughs> はいはいはい、まあでもそういうことをやっていかないと、うん、この、まあ、FM 行難の隣のそこも含めて米軍基地内にあるところとかもう今現状掘れないですもんね。 そういうのをね積み重ねて「米兵あちこちで見つけてきましたよ」って「返してるんやから日本のも掘らしてよ」って「敷地いの」って言った時に向こうが「ノーって言えるかなってそうですねそういう方法論しかないんじゃないかな政府交渉とかって言うけどやったって変わらへんもんそねだかそれならもう民間でできることはやりゃいいじゃないと思ってるんでいや本当その通りですね もう場所すらわかんないですよ。どうすればいいんだろうっていう状態からやっぱクラスさんとお会いして、うん、海外のやり方を聞いてあの今や何をしてるかっていうとうグリードマップを作ってってる、うん、まあまあ作っていく作業なんですよね。これれがあればその地図とこの 倉さんがアメリカから持ってきてくれたデータを <laughs> 合わせてここにまあまあおそらく何名いるだろうとかこういう戦闘があったとか例えば鍾乳洞はここにありますよとかそういうの全部あと証言とか心霊現象とかいろいろ <laughs> 足していって、ねはい、そしたらどん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 そのあおそらくここであるだろうっていう角度が上がっていくっていうような地図を今作ってるんですよ <laughs> でもそれが出来上がってそれを皆さんに。 はい、公開するのかいいのか悪いのかわからないけども、あのそれを元にしてやっていってもらえば先は見えるんじゃないかなって思うんだけどね。はいねはい、とりあえずやりたいなって思った人はこう来てもらえればそうで,、ね、できるっていう体制をまず作りたいです、ね。もういくらでもレクチャーします。<laughs> お願いします。はい、本当に本当に。うん、多分あのーはい、そうねこの十四五年に限って言うなら。はい うん、世界で一番遺骨に近いところにいた人やから <laughs> それだけは自信持って胸張っていうわそうですね <laughs> 誰にも負けないとこにあるみたいな、はい、<laughs> いやーまさかジャーナリストからこうなるとはそう思ってもいないでしょそんなもの本当に <laughs> 初めて出た時はもうそのカメラ回しに行ったんやからいやでも本当繰り返しになりますけど昨日お会いした方とかはやっぱまあまあ なんでっていう手前もあればやっぱ何らかの自分の地元にそういうコツが埋まってるとかってうん、うん、あんまり知られたくないとかも絶対あるじゃないですか、うんねうん、その辺がやっぱりこうそういう思いじゃなくて分かったからこそうやむややすんじゃなくてちゃんときれ,よよきれいにして苦労しましょうよみたいなうん、うん、その方が、まあ、もし土地の開拓とかした時に出てきたとしても、うん、まあいいですもんね。うん だってね、沖縄にはね、今もう日本の本土どん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 失われていってるね。はい、あの人間らしさっていうのが、すっごい残ってんのよ。ここ,、はい、こ住んでる人、あんま思わないのかもしれないけど。どういうところが。一番よくわかんないお墓よ。あお墓。はいはいはい。うん、十分前。うん、はい。わ、ね、かりました。<laughs> あっという間ですね。でも、そのお墓って見たってさ、さすごい立派なお墓いっぱいあるでしょ。<laughs> 確かにはい。 ででかいすの墓はだから一家のお墓っていうのがあってそこでみんなお参りに行ってってやってるからああいうのがあるわけで日本なんかみんな墓じまいとかさ本土行くといやすごいのもう最近宇宙に飛ばすとかドライブするとかわけわかんないからね。とかさゴロゴロ団地やからねもう団地ですかお墓がへえビルの中に入るとなんちゅうのカード はい、カードみたいなのがあって、それピッと入れるでしょ、はいはい、そしたら、そのカードに登録されたやつが。はい、あの、なんつうのかな。こうベルトコンベアみたいなし、ビーダ上がって,きて。なるほど,なるほど。で、そこがビーダ開いて、はい、開いたら、その人の写真がふわっと浮かび上がってきて。<ー> <laughs> で、みんなそこに、あの、ロウソク火つけて、はい、線香で、チーンっていう。なるほど。お <laughs> 墓か、これ、みたいな、ね。<laughs> そうなんですね。うん、そんなになって言ってるから。はいはい それからするとさ「いや沖縄すっげえ人間らしいやん」って僕もやっぱ東京の人間なんで初めて来た日がこっちで「シーミー」っていうあのまあその日だったんですよ衝撃でしたねお墓の前で親族一同みんなでピクニックしてるっていうのそうだって前通りかかったらさ「おおこい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 」って呼ばれたりするもんね汚れ関係ないしみたいなさあれはすごい衝撃やったよね でもそれがいまだに残っているところだからこそ逆に本当にその沖縄の人たちにうんみんなそれこそよそ者でやってきて戦争したやつら飲んでもみんな返してあげてよって俺はお願いしたいな。はいはいはい、は本当そそうううででですすよねねう思うな、はい、いいも結構 現実的にできるんんじゃなないいかってうは本当に見えたですよそのマップを作っていくっていう発想とか確か言われてみれば当たり前なんですけどこう作っていくんだっていうのもでもそういうね知識とか経験とかあるいは資料とかっていうものがあまりになさすぎてないままで皆さん経験だけでやってきたってもう変えなきゃいかんってそれは。そうですね もう本当そうなんですよ。一つ掘り方に関しても、もうこう骨見つけたらそこを永遠掘っていくんですよ。当時の日本古の壕をちょっと調べれば、基本170センチです。高墓から190センチですとか、あればこう天井からいくつまでとかあるじゃないですか。どこまで永遠掘られたらもう、どこが当時の地面かもわからない一生やっとけって感じで掘った土どこに投げるって、外に出さずに壕の中にやるんで。 こんなさ、動きにくいし邪魔なだけやもんね。いやあのね平場でね洞窟の中じゃなくて平場でトレンチ掘ってやるでしょ。そういう時ってねずっとねなんでこう同じところをね掘っていくのかっていうと横の地層断面が見えるからなのよ。へえまあまあなるほどなるほどそうですよね。地層断面見えるでしょ。地層断面が見えるとその地層に もし遺骨が出てきたら、そのうち捜査会社いわけよ。あ、それはそうですよね。すごいわかりやすい。ねあれサイパンでね、本当にトレンチキングって言われるぐらい掘ったから。うん。地元でトレンチキングって分ける。そう。もう遺骨も、遺骨に関わる人たちだけやけど、そんなこと言うのは。いや、でも、そうやってやって、すごい勉強したよね。あ。そうですよね。これ基本、マニュアルとかがないんですよね。うん。 マニュアルも教科書も何にもないの昔の人のなんかマニュアルみたいなもどきを見てその通りやると出てき出てこないですよね。役場の通りにやっても絶対出てこないですから自分らでそういう工夫するしかね。確かにきついなと思う。きつかったし実際。だってもう六十三やで。まあ見えないですけどね。いや見えようと見えまいとさ事実は事実やからさ。 もうそやりたかねえよって現場行ってしんどい思いしてってもうそんなん言わんと若い人が頑張ってよって言わんと後ろで腕組んで現場監督ぐらいするから差し合わせですねねそれぐらいにしといてほしいなちょっと遺骨の日を目標にやりたいですねで今あれなんですよね倉さんの協力を得てちょっとやる気のあるメンバーで。 これ初めてなんですよ NPO を今ちょっと作ろうと思ってまして遺骨の、まあ、ちょっと出たりとかはあったみたいなんですけど正式にこう、うん、沖縄で遺骨収集の NPO っていうのはないらしくて初めての初めてのでもバラバラなんですよ<発>これやろうと思う人ってやっぱ変な人多いので <laughs> あ残り5分ですね5分前です五分前ですね、はい、<laughs> なのでちょっと初めてどことも揉めない どことも政治的に左右されない宗教的にも左右されない、はい、いやそれでやってほしいと思う本当に、ね、だからその遺骨のね今度その作っていく NPO ってやつが、うん、大きなあの遺骨のゲートウェイになったらいいと思ってるし、うんそ,ね、その交通整理をする役目も絶対背負わされると思うから、はいはい、それは大変やけど、はい、でもそれがないと、はい、多分遺骨の日はやってこない, <laughs> いや絶対ないですね <laughs>、うん なんか好きなことやってたんじゃ。ね、そうですよね。どっからも支持される。なんかプロジェクターだと思う、思うので。ね、頑張って。はい。私もできる限りお手伝いします。はい。お願いします。はい。でも、普通の目標みたいな一般的な方が、おじいとかおばあとかが聞いても。もう普通に情報提供してくれて、ぜひ掘ってくれと。いう感じの認識になってもらったら、嬉しいですよね。サイパンなんか結構そうなってるしね。あ、そうなんですね。 でもねそれをね、はい、向こうではもう許可くれないしほらしてくれないんだよ<ー> <laughs> これも聞いてたらまた1時間ぐらいかかりそうなとすまへん <laughs> そんな3日ぐらいはかかる3日ぐらいはいやそうですねちょっとそろそろお時間が迫っているんですけども、うん、あこの番組ですねあの突然ゲストさんに最後質問する某番組のパクリがあるんですけどそんな話聞いてなかった <laughs> <laughs> <laughs>、はい、何ですか倉田さんにとって、うん 遺骨収集とは何でしょうっていう。遺骨収集。とは何ですか遺、はい、骨収集ね、骨集めやもんね。遺、はい、骨収集って多分ね。はいうん、魂の収集やもん。その心はいや。一応ね、これでも、はい、あの宗教家の端くれなんで。そうですね。実は全く触れなかったですけど。うん、いやいや、いい意味で、この。はい、だから、一応ね、宗教家の端くれとしては。はい、あの。骨。っていうのはね。はい 多分人間の欲の結晶欲、はい、欲のの結結晶晶って言っていいのかな、はい、言葉がうまく見つかないけどああの宗教かって言ってもこう変なオウム真理教みたいなそういうわけじゃなくて,完してちゃんとした神主さんですね実は、はいうん、いやだから骨の部分っていうのが個人の欲であるとか本能であるとかの結晶だとすれば、はいはい、魂はどっかにあると思うのね、うん でも魂がきっとそれ見守ってるやろな死ぬと人間 0.3g でしたっけっていう話もあるねだからそれはもうそれぞれ人の解釈いろいろあるからどれが正しいとか間違ってるとかいう気はないんだけど自分としてはねその魂の収集なんだから収集って言葉って嫌いなんだけどああなるほどゴミじゃないです収容したい。なるほど だからそれがもうアメリカ人であろうが何人であろうが野山に放置されてるっていう状態からは何とか出してくれればいいなそうですよねみたいなことかな。これはでも本当に現場を見ていただかないと分かんない感覚ですよね。はいということでそろそろ時間になってしまったのでおしよよううと思んですはいいござましたまちょっと機会があればまたこんな感じで。 またいろ気が付かない,、うん、い話が聞きたい,とい,う人がいてくれるんだ人いいいいももちろん、あのー、YouTube をご覧の皆さんは動画説明欄にクエンタイさんの URL 貼っておきますし、えーまあ、もしちょっと遺骨の情報とかです、ね、ありましたらあのどしどしをお問い合わせいただければあ、ね、ここで幽霊が出るとかねそうですねそういうのも OK です、うんはい、大概そういうとこありますので、はい、ゴーストバスターズねそうですね確かにゴーストバスターズですねそう ということで本日のゲスト様は元ジャーナリストで空援隊 USA 理事長を務め,さ務めてらっしゃいますえ倉田宇佐ンさんにお越しいただきましたおおかむなほんまに <laughs> <laughs> それではまた来週失礼しますありがとうございました